県によりますと先週報告された定点医療機関当たりの新型コロナウイルスは4.95人で前の週と比べて0.64倍と減少しました一方、インフルエンザの新規感染者数は12.55人と前の週と比べて1.04倍の横ばいで21週連続で注意報の水準が継続しています。県は 新規感染者数が減少傾向に入ったと見られるものの、インフルエンザは注意報レベルが続いているとして、感染対策を呼びかけています。